おしゃれ道場、師範の青柳です。青柳おしゃれストーリーですね。前回は DC ブランドの話をさせていただきましたけど、またちょっと DC の出始めの時代、70年代後期 DC と同じ時代に走ってたもう一つの流れというのがありましてね、今日はその話をしたいと思いますが、まずそれがね、イタリアンスーパーカジュアルっていうのがあったんですよ。78年、9年、80年、もうちょっと先まで続きましたね。ボールっていうパンツのブランドがあって、デニムの普通のジーパンですけど、タキシードみたいに側章がついてる部分ありますけどね、あそこのところにドットボタンが打ってあるボールのパンツ、アーミーパンツみたいなシルエットで先細りしてたり、あるいはジョッパーズなんてのもあったんですよ。ジーパンなんだけどジョッパーズ、これがねクローズドっていうブランドだったんですけど、このクローズドをやってたのがあのマリティン&フランソワ・ジルボーっていう人で、このクローズドはねバカ売れだったですね。当時もうアンアンなんかでもとにかくスーパーボールが好きっていう特集があったぐらい、ボールショップとスーパーボールっていうのが実はありましたね。ベイリーストックマンがやったんですよ。今の青山のベイリーストックマンの横のスーパーになってるんですけど、そこがボールショップだったんですよ。スーパーボールは、そこから外苑と東を降りていって、月星火星さんが今もありましたね、ムーンスターの看板、あの信号を左に入った左、あの辺にスーパーボールと店があったんですね。ボールショップの方はボールのパンツを中心に置いてあって、スーパーボールの方はクローズドだったんですけど、まあこれがねたまりませんでしたね。まあ一番流行ったのはペダルプッシャーってやつだったと思うんですけど、ジョッパーズ、ブロークンステッチ、マルティン&フランソワ・ジルボーのデザインというのはすごく良かったなと思いますね。それからあとシャーリングのパンツ、それからシャーリングのブルゾンなんかありましたね。この縫い目のところにゴムがこう入ってて、シャーリングがこう入るやつだったり、ブルゾンは確かガーメントダイですね、この製品染めにしてみたり、それからそのジルボーのブランドの中にもいくつかあったんですよ。ニットのブランドでマイラパーティーっていうのがあって、それはニットだとかマフラーだとかやってて、11342っていうブランドもあったんです。これねオンズミルっていうんですけど、全体的に細身なんですけど、すっごい洗練されてて、まあ言ったらねパリっぽいおしゃれなもうデニムって言ったらもう完全にジルボーでしたね。その時にジルボーだとか、それから CP カンパニーなんかもちょっと入ったと思うんですけど、そのあたりのブランドを一括りにしてイタリアンスーパーカジュアルって言ったんですよね。ジルボーのパンツ何本か持ってたんですけど、実は今ちょっとね1本持って元になくて、マイラパーティーのマフラーだけ確かあったな。実はそのイタリアンスーパーカジュアルの時にアルマーニジーンズとかも結構ね脚光を浴びてたんですね。この辺りからアルマーニの存在感が増してきたんですよ。いろいろアルマーニジーンズ、エンポリオアルマーニ、ジョージアルマーニってありますけど、実はコンチネンタルっていうのは日本の中では枝分かれして DC に行ったわけですけど、コンチネンタルのラインはそのままずっと続いていってるわけですね。イブ・サンローラン、レノマ、チェルティ1881、バルバス、ジョージアルマーニ、ジャンニ・ベルサーチ、ドルチェ&ガッバーナ、ジャン・フランコ・フェレというふうにどん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 こう進んでいくわけなんですけども、その当時竹先生がヨーロッパの人に言われたのは、日本のチェルティって言われたらしいんですよね。でその当時のチェルティのチーフデザイナーってアルマーニだったらしいんですよ。でアルマーニはその後にチェルティの後にバルバスのオリジナルのデザイナーを引き受けて、でその後にアルマーニネームのになってバルバスにそのままアルマーニのスーツが置かれ、後に独立してジョルジアルマーニっていうブランドになって一人歩きしていったわけですけれども、その70年代から80年代のにかけてのアルマーニのスーツっていうのは、いやものすごいかっこいいですよ。これぞコンチなんですよ。でコンチなんだけど、アルマーニのやってるコンチっていうのは僕らが知ってるそのクラシックなコンチとはやっぱりちょっと違うんですよね。どん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 やっぱ発展していくわけです。例えばまず最初にびっくりするのは、パンツのクリースがなくなった、肩パッドがなくなる、天然繊維が合成になるなどなどね、アルマーニがやってきたことっていうのは紳士服の革命でしたね。彼が大きく変えたって言って過言でなかったと思うし、ある意味では80年代というのはアルマーニの時代って言ってもよかったんではないのかなというふうに思います。そんなわけでですね、アルマーニの服ね結構お金使いましたよ僕も。まだね結構たくさん持ってるんですけどね、アルマーニの話は次回に続きます。また楽しみにしてください。